な道具は袋に入れ、翼を使ってアッサラームへ移動しましょう。チャート的にここで MP は限界を迎えているはずなので、しっかりとご休憩してから先に進んでいきましょう。ここの洞窟ではいくつかアイテムがありますが、井戸の中にある命の木の実だけを回収します。間違っても金剛と稽古着をパクるなんてことはしないようにしましょう。ここに住んでいるヒゲクマさんから、金剛返せ、稽古着返せ、と追いかけられるのでタイムロスです。とまあそういう冗談はさておきまして、ここから先のエンカウントはさらに敵が強力になるので、正直対応したくないのですが、あとちょっと、魔法使いがレベル9になるまで経験値を稼ぎながら歩いていきます。レベル9になることで、スクルトを覚える可能性があります。習得が必須というわけではありませんが、この後のボス戦においてだいぶ安定しますので、できることなら覚えていきたいところさんです。本レルでは武器が弱いので、ここいらの敵対処は大変ですが、勇者と少女のホイミを連発して耐えていきます。5割の運ゲーに勝利し、魔法使いがスクルトを習得しました。なかなかやるじゃない。この後は全力で逃げていきましょう。ここのバハラタでは拾っていくべきアイテムは何もありませんので、フラグを立ててから出発するだけです。バハラタから次のダンジョンへの道中も敵が強いので逃げていきますが、割と致命的な損害を被る可能性もあります。その場合はホイミを連発するか、指輪を大事にするならバハラタに引き返します。今回は塩化でレカツイチ逃げていこう、勢いをつけていざ東神奈川。近いに種があるので拾っていきます。結構歩くのでインカウントしそうですが、私は今のところないです。スタミナの種は計算上最大 HP を7程度底上げしますので、チリも積もればなんとやらです。回収のタイムロスもチリも積もればですが、精神衛生上それは誤差の範囲ということにしておきましょう。この小部屋にも種と木の実が、の中に入っていますので、全部拾っていきましょう。そうしましたら力の種など3つの種を勇者にポリポリさせまして、ドーピングタイムといきましょう。そしたらついでに道具管理をしておきます。豪傑の腕輪は勇者に渡して攻撃力の底上げを、星降る腕輪は盗賊が装備して、素早さを上げるとともに防御力に補正をかけます。溜め込んだ薬草もここで放出します。ガチ勢兄貴ならもっと上手い使い方があるのかもしれませんが、私にはここで薬草なしはしんどいので、使っていきます。というわけで、さて、噛んだタコ分4体との戦闘ですが、打撃がかなり痛いのはもちろん、1回目と違いルカマンを連発してくるのが厄介です。盗賊は杖を使いルカマンを封じるとともに、僧侶はマヌータで打撃回避を狙うか、覚えていればラリフォーで眠らせてしまいます。ですが、古文はそのいずれにも強耐性を有していますので、誰にも効かないことの方が多いです。そうなった場合は HP 状況を考慮して、適宜対応します。今回はマホトーンが一人、ラリホーが別の一人に効いたので、それなりに楽に戦えたのではと思います。ちなみに、HP が危うい場合でない限りは勇者は打撃、魔法使いはギラを唱えるだけです。また、防御力を下げられた場合には、ルカナン解除技で防御力を元に戻しておきます。もたついているように見えるのは、解除技のコマンド入力が苦手ということもありますが、私の脳はメモリー容量が少ないため、対処を考えながらだとコマンドにまで頭が回らなくなるからです。ちなみに、古文は HP が半分以下になると、デホイミを唱えるようになる行動パターンへ変化するようなのですが、よだめ的に無理っぽいような気もしますのでやめときます。ある程度 HP を削ったら盗賊も攻撃に参加させますが、ご覧の通りヨダメはサスライマンよりはマシ、というくらいのものです。このターンで押し切れると踏んだので一気に攻めていますが、見返すと色
事雑すぎだったです。宿くらいは打つべきでした。というわけで勝利しました。攻撃が勇者に集中しなくてよかった。減った HP は勇者がホイミで回復します。ルーラ1回分残しておきましょう。僧侶と魔法使いの MP が減っているので指輪で回復させたいのですが、もしもここで指輪が壊れた場合に即終了します。そうは言っても回復させなければならないので、奉納の末に祈りの指輪を使っています。あ、リア充の芯はすっ飛ばします。不思議な木の実は拾っておきまして、それでは肌の露出は減ったものの色味は変態度が増した。カンダタ君との第2ラウンドと行きましょう。紫色のカンダタ戦も基本的にやることに変わりはありません。ただし、マホトーンやラリホーなんかは効果に期待できないのでやらないで、その代わりに僧侶はピオリムで少しでも先制の可能性を高めます。防御力が低いので、カンダタの打撃はくっそ辛いです。満員電車で突然の便意に襲われるくらいに辛いです。ルカなんで防御力を下げられたところに打撃が飛んでくると、割とあっさりと落ちてしまいますので、回復はこまめにしていきます。古文を片付けるまで盗賊は、基本的に壁役兼、薬草での回復役です。今まで手に入れた薬草は、ここで全部使い切ります。というか、使い切らないと私には辛すぎる戦いになります。私の戦い方が悪いのもありますが、ところどころ運に頼った場面があります。また、先ほどよりもコマンドにもたついたり悩んだりしていますが、行動を考えていると、思考回路は消化寸前なのです。ここでホヨガカンダタの攻撃をピロリ。ようやく古文を1体倒しましたので、一点攻勢といきたいところですが、もう少しだけ安全に進めていきます。残りはカンダタだけになりました。ここまで来れば事故で誰かが落ちることはあったとしても、全滅まではないので攻めていきます。僧侶がカンダタに床にをかけます。武器が貧弱なので、素のままでは殴ってもあまりダメージは期待できないのですが、防御力を下げることでかなりダメージ量が増えます。今回は魔法使いがスクルトを覚えているので、積極的に唱えていきます。覚えていなければ順次スカラをかけていくのが、王道を行く戦術ですね。祈りの指輪を使って MP 回復。まだまだスクルトの重ねがけが足りないので、指輪が壊れるリスクを冒してでも断行するべきでしょう。回復量が13としょぼかったですが、しょうがないね。今回は薬草ドロップ運に恵まれたので、比較的安心して回復できています。あとはスクルトを重ねて守備力を上げ、適宜ホイミで回復しながら殴り続けるだけです。あっという間に魔法使いの MP が切れました。宿を打つために回復してもいいのですが、時間とリセットするリスクを天秤にかけた結果、使わないと決めました。だからといって今回は聖なるナイフがないので、殴らせる必要はなかったと思います。というわけで、筋肉もりもりマッチョマンの変態も撃破しました。区間タイムとしては、